この動画では肝嚢瘍の病態と画像診断についてお話ししていきます。肝嚢瘍は肝臓に膿ができる疾患ですけれども、不明熱の原因の性差なので、たまに救急の現場でも見受けられる疾患だと思います。この動画では肝嚢瘍の病態と画像診断の典型像について詳しく説明し、またそのような病態の知識をもとに CT や MRI などで適切な画像を提供できるようになること、また肝嚢瘍では様々な鑑別疾患があり、臨床情報や血液検査などについて精通し、常に鑑別疾患を意識しながら撮影することなどを目標にお話ししていきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについてお話ししていきますので、これらのキーワードに興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。まず、症例から見ていきたいと思います。48歳男性で2週間前からの発熱の症例です。血液検査では炎症を表す CRP や白血球数、また、肝単動系酵素の上昇が見受けられました。単純 CT で肝臓のこの部分に低信号体が見受けられます。動脈層では液体構造があり、隔壁の部分と壁の部分にこのような造影効果が見られます。また、その外には浮腫と思われる低信号体が見受けられ、肝臓の一部の区域が濃染される区域性濃染が見受けられます。この区域性濃染に関しては、動脈層で分かりやすく、平行層では見受けられません。以上の臨床症状と画像所見から肝嚢瘍と診断され、抗生剤による治療が行われ、病変の消失が見受けられました。肝嚢瘍の一般論について説明していきます。肝嚢瘍リバーアブセスは、肝組織内に侵入した細菌、原虫などが局所で増殖し、肝内に膿が貯留する病態と定義されています。皮膚に傷がついた際、その中にばい菌が入ってしまうと、時に膿を作ることがあると思いますが、それの肝臓バージョンだと思うと分かりやすいと思います。原因には細菌性パイオジェニックと非細菌性ノンパイオジェニックに分類されます。非細菌性はアメーバ性が代表ですけれども、真菌、寄生虫などが含まれ、臨床上は細菌性肝嚢瘍が圧倒的に出くわす頻度が高いです。症状は発熱、右上腹部痛などが多く、感染経路としては胆道からの感染、直接感染、門脈からの感染、全身性筋血症などによる血行性の感染、また、冠動脈塞栓術やラジオ波照射後などの遺伝性の肝嚢瘍が知られています。一般的には、門脈からの感染では孤立性、胆道からの感染では多発性になることが多いとされています。また、門脈からの感染では、骨盤腔内や消化管の炎症から先行感染となるということから、その原因となる病態についても検索する必要があります。まれに大腸がんでも肝嚢瘍を呈する場合があり、その場合は転移との鑑別が非常に難しくなります。肝嚢瘍は局所炎症からスタートし、脳葉形成、皮膜形成期を経て半根形と移行していきます。この動画のメインの話である肝嚢瘍の画像診断に関しては、脳葉壁のリング状の増強効果が非常に特徴的です。また、ダブルターゲットサインや動脈層における肝臓周囲の区域性脳栓に関しては、肝嚢瘍に特徴的な所見であり、ここから詳しく説明していきたいと思います。また、細菌性とアメーバ性の画像上での特徴について、それに関連してクラスターサインについて、MRI ではどのように見えるのか。また、肝嚢瘍に関しては、画像診断だけではどうしても限界があり、他の疾患と鑑別に迷う場合もありますけれども、農業初期や治療後には充実性腫瘍のような形態になることがあったり、発熱や記録部痛など臨床情報や血液所見、短時間での画像所見の変化などと合わせた総合的な評価が必要な場合も少なくないといった話について、ここから詳しく説明していきたいと思います。ダブルターゲットサインはダイナミック造影の撮像において、動脈層で脳葉周囲に二重構造を認めるサインです。この二重構造は、内部に低信号の脳葉腔があり、その周囲に炎症性肉芸を反映した脳葉壁が造影され、高信号で見えます。さらにその周囲に周囲間実質の反応性浮腫が低信号に見えるため、このようなターゲットマークのように見えるということで、ダブルターゲットサインと言われています。こちらの文献では 42% で見られたという報告があり、この外側の部分に関しては、平行層で遷延性脳栓を示すため、肝実質の同様の吸収値となります。よって平行層では、脳葉壁と周囲の浮腫の区別がつかない場合があります。このダブルターゲットサインを描出するためには、撮像はダイナミックで行い、必ず動脈層を撮像するというのがポイントとなります。肝嚢葉では動脈層において肝臓周囲に空気性脳腺が見受けられる場合があります。こちらの所見は肝嚢葉の 67% で見られたという報告があり、肝嚢葉周囲の動脈、門脈、胆管が三つ組で収まっているグリ損傷へ炎症細胞浸潤が起こり、門脈の狭窄が起こります。それによって門脈血流の減少と代償的な動脈血流の増加が起こることによって、このような所見を呈するとされています。平行層では全く見えない場合があるため、やはり肝嚢葉の撮像においてはダイナミックで必ず撮像を行い、しっかりと動脈層を取るということが大切です。抗生剤の投与によって炎症細胞浸潤が収まるため減少または消失するとされています。こちらの所見は非常に特徴的な所見ですけれども、肝嚢葉に特異的ではなく血管腫や転移性肝がんなどでも認められるため、その点については注意が必要です。こちらの症例は細菌性肝嚢葉の症例でしたけれども、細菌性肝嚢葉の治療としては抗菌薬と針を刺しての農用の吸引、またドレナージチューブを留置してのドレナージが行われる場合もあります。ドレナージした農用は、細菌性肝嚢葉の場合は腐敗臭がするとされ、後で説明しますが、アメーバ性の肝嚢葉をドレナージした場合には、アンチョビペースト状と表現されるドロドロの液体がドレナージされ、こちらは腐敗臭がしないとされています。また、5センチ以下の肝嚢葉では、抗菌薬プラス吸引でもドレナージと同等の治療成績であり、5センチ以上の症例をドレナージ適用とすべきという報告があります。次の症例です。59歳男性で10日前頃からの微熱、上腹部痛、食欲低下、黄疸があった患者さんの症例です。単純 CT で肝8番と4番にわたって単発の低信号体があります。動脈層では周囲の壁が造影され、さらにその周囲には浮腫があるダブルターゲットサインがあります。この方も血液検査では、CRP や白血球数、肝胆道系酵素の上昇が見受けられました。肝臓の右側にある嚢葉で、さらに単発ということで、アメーバ性の肝嚢葉が疑われ、血清検査が行われましたが、アメーバ抗体が陽性となり、アメーバ性の肝嚢葉と診断された症例です。アメーバ性肝嚢葉は代表的な非細菌性肝嚢葉の一つです。セキリアメーバは通常海外の流行地域への渡航などで感染性胞子を経口摂取し、大腸の腸粘膜から侵入し、潰瘍性病変を形成します。さらにそこから経門脈性に肝嚢葉を形成するというのが感染の流れです。病型は腸アメーバ症と肝嚢葉を主とする腸外アメーバ症に大別されます。男性同性愛者もリスク因子となりますが、その場合には HIV や梅毒などの混合感染に注意する必要があります。約半数が原発性肝嚢葉として発症するが、残り半数は粘血便や慢性下痢などの消化器症状を合併するとされています。熱帯地方の海外渡航歴や比較的若年男性に単発性の肝嚢胞性腫瘤を見る場合や、大腸病変を伴う場合にはアメーバ性肝嚢葉を考慮する必要があります。確定診断には、農用内溶液中のセキリアメーバを検出するか、血清学的検査においてアメーバ抗体の上昇を検出するということで確定診断を行います。治療は大腸病変、肝嚢葉、いずれもメトロニダゾールという薬を経口投与します。経皮的ドレナージは一般的に不要とされていますが、細菌性肝嚢葉との鑑別が必要な症例、メトロニダゾールに対して抵抗のある症例、破裂のリスクがある症例などでは考慮されます。アメーバ性肝嚢葉の画像診断としては、造影 CT や MRI では細菌性肝嚢葉と同様の所見を呈し、特異的な所見に乏しいとされていますが、いくつか特徴的な所見があります。キーワードは単房性、後発性、右葉後区域に後発するという3つのキーワードがあります。典型的にはこちらの画像のように単房性の円形もしくは卵円形腫瘍の形をとり、30% 程度の症例で隔壁があると言われています。また70から 80% 程度の症例は後発性で、肝臓内に1つしかないというのが特徴となります。また、右葉後区域の肝皮膜近傍に後発するという部位的な特徴もあります。このようなアメーバ性肝嚢葉を疑う画像所見があった場合には、海外渡航歴の聞き取りなどを行い、さらに疑う場合には感染対策を徹底する必要があります。セキリアメーバは感染症法5類感染症となっており、病院は最寄りの保健所に届け出をする必要があります。また、撮影する技師は手袋、エプロン、手指衛生を徹底し、肝感染対策をしっかりと行うことが重要です。こちらのスライドは細菌性肝嚢瘍とアメーバ性肝嚢瘍の特徴をまとめたものとなります。こちらの表は肝嚢瘍をタイプと部位によって分けたものとなりますけれども、画像的な特徴としては、嚢瘍が1つしかなく隔壁がない単発単房タイプ。嚢瘍は1つですけれども、隔壁があり多房性となっている単発多房タイプ。内部に隔壁がない単房性がこのようにたくさん分布している多発単房タイプ。内部に隔壁がある多房性の嚢瘍がこのように多発している多発多房タイプ。また、ガス形成があるものというふうにまとめています。そのようなタイプ別にまとめてみると、細菌性肝嚢瘍の特徴としては、多房性、ガス形成、最大比が小さいといったことが挙げられます。多房性というキーワードがついているところは、この緑の部分と肌色の部分になると思いますけれども、ともにアメーバ性は 0% で、すべて細菌性の肝嚢瘍の特徴であることがわかります。また同様にガス形成に関しても、細菌性肝嚢瘍は 6% なのに対して、アメーバ性肝嚢瘍は 0%、ガス形成は細菌性の特徴ということがわかります。また、嚢瘍の最大比を比べた場合には、細菌性肝嚢瘍の平均が 4.8、アメーバ性肝嚢瘍の平均が 5.9 ということで、細菌性の方が最大比が小さいといった特徴があります。それに対してアメーバ性は、先ほどのスライドで示しましたが、単発、単房、右葉が多いといった特徴があります。アメーバ性肝嚢瘍は 0% の部分が多いですけれども、この部分がダントツ 67% を満たしており、単発単房、そして右葉にあるタイプが多いことがわかります。また最大径を比べた場合には、細菌性と比較してアメーバ性の方が優位に最大径が大きいということが報告されています。肝嚢瘍の画像所見の特徴として、アメーバ性の場合には単発単房、細菌性肝嚢瘍の場合は多房性が画像的な特徴の一つでしたけれども、小さな嚢瘍がこのように収束しているパターンも見受けられ、こちらをクラスターサインと言います。こちらのクラスターサインがあった場合には、細菌性肝嚢瘍を示唆する画像所見となります。MRI の症例についても一例見ていきたいと思います。84歳女性で発熱、倦怠感、大きいが臨床症状だった患者さんの症例です。血液検査では CRP、白血球、また肝酵素の上昇を認めました。T2 強調画像で、肝臓の S4 の部分に高信号体があり、液体構造が示唆されます。また、肝臓のこの周囲の部分にも高信号があり、この部分は浮腫を示唆するものと考えられます。T1 強調画像では、その部分は肝実質よりも低信号となっており、注目すべきは拡散強調画像で非常に高信号となっています。T2 強調画像で高信号の部分は液体を示唆しますけれども、拡散強調画像を使うと、その液体がサラサラしているのか、ネバネバしているのかをある程度鑑別することができます。ADC マップを見てみると、その液体の一部に非常に低信号の部分があり、こちらは拡散制限を示唆し、拡散が低下している部分。つまり、液体がネバネバしていて、プロトンがなかなか拡散できないという状況を示唆しています。この部分が液体がドロドロであることを示唆する所見です。EOB によるダイナミック撮像では、嚢瘍区は造影されず、壁と内部の隔壁が造影され、大量の嚢瘍区が収束しているクラスターサインが見受けられます。この方は、臨床症状と画像所見から肝嚢瘍が疑われ、抗菌薬による治療が行われましたが、その後短時間で病変の縮小を認めています。このように短時間で画像所見が変化するというのも肝嚢瘍で非常に重要な所見です。MRI による肝嚢瘍の画像診断についてまとめると、典型的な嚢瘍に関しては T1 強調画像で肝実質よりも低信号、T2 強調画像で肝実質よりも高信号となりますが、内容域の正常によって内部信号は変化します。ダブルターゲットサインについては、ダイナミック造影の場合には CT と同様の造影パターンとなります。T2 強調画像でも指摘可能なことがあり、嚢瘍壁が等信号から低信号、周囲への炎症波及が炎症による水を反映して高信号となります。MRI では拡散強調画像を撮像できることが非常に強みで、粘稠度が高いネバネバした液体の部分は拡散低下となるため ADC 値が低下します。嚢瘍区の ADC 値は、嚢胞や壊死を伴う腫瘍の ADC 値と比較して優位に低いということが報告されています。また EOB による肝細胞層では、嚢瘍の部分に関しては肝細胞がないため低信号となりますが、周囲の浮腫に関しては肝細胞があるため EOB の取り込みを認める特徴があります。続いて、肝嚢葉の内容液の CT 値についてお話ししたいと思います。こちらは様々な部位や疾患の CT 値をまとめた文献で、それらを表にしたものですけれども、肝嚢葉や肝嚢胞に関しては、正常肝に対して非常に CT 値が低く、こちら肝嚢葉の症例ですけれども、正常な肝臓に比べて非常に嚢葉の内容液がローであることがわかります。また、肝嚢葉の内容液の CT 値は 10.2 プラスマイナス 2.7、 肝嚢胞の内容液の CT 値は 1.4 プラスマイナス 2.9 ということで、肝嚢胞に対して肝嚢葉の方が CT 値が高いということがわかります。こちらは肝嚢葉のドロドロした液体の X 線吸収が高いからだと思われますけれども、 CT 値を計測することによって肝嚢胞と肝嚢葉の鑑別に有用であるということがわかります。肝嚢葉は救急の現場でも出くわすことがあると思いますが、画像診断だけではなく臨床症状などから総合的に考えるということが非常に大切です。放射線技師もこういった臨床症状を知り、医者と同じ発想になって考えることができるということが非常に大切だと思います。こちら3つの文献の臨床症状をまとめたものになりますけれども、3つに共通していることは、発熱、悪寒、倦怠感、腹痛、応気応答が多いということです。また、肝嚢葉は不明熱の原因として非常に重要です。続いて、肝嚢葉のリスク因子についてです。こちらも2つの文献をまとめましたけれども、細菌性とアメーバ性に分けている文献、そして致死率を上げるものを列挙している文献についてまとめました。細菌性肝嚢葉に関しては、糖尿病、悪性腫瘍、胆道系疾患が特にリスク因子となります。アメーバ性に関しては、常用飲酒者、腸管疾患を持っている方が高頻度で見受けられる傾向があります。続いて、肝嚢葉の血液検査についてです。血液検査に関しても3つの文献をまとめましたが、体内のどこかで炎症が起こっていることを示唆する CRP が非常に高い割合で上昇していることがわかります。また、細菌などの感染によって上昇する白血球数、AST、ALT、ガンマ GTP、ビリルビン ALP などの肝胆道系酵素が上昇する傾向にあります。最後に、肝嚢葉の画像診断では、鑑別疾患をしっかりと意識し、1回の画像診断で決めつけてしまうのは危険という話をしたいと思います。この方は66歳男性で、CRP の値が 4.05 と炎症の値が高値だった患者さんの MRI の画像です。T2 強調画像で肝 S4 に高信号域があり、T1 強調画像に関してはインフェイズ、オポーズドフェイズともに肝実質よりも低信号でした。核酸強調画像は非常に高信号で、一部で ADC 値の低下が見受けられ、ネバネバした液体の可能性が高いということがわかります。特に肝嚢葉と矛盾がない所見です。EOBMRI による造影検査では、壁の部分にリング状の増強効果があり、動脈層では周囲肝実質に区域性脳線が見受けられます。これらの画像でも肝嚢葉として矛盾はないと思われますけれども、腫瘍マーカーをよく見てみると、CEA やシフラといった肺がんを示唆する腫瘍マーカーが上昇していました。CEA に関しては肺がん全般、シフラに関しては扁平上皮がんを示唆する腫瘍マーカーとなります。そして、肺の CT を確認してみると、この部分に肺がんらしきものが見受けられ、こちらを生検したところ、生検によって肺がんの肝転移であることが確認されました。画像だけでは肝嚢葉と転移性肝がんの鑑別は非常に難しいということがこちらを見てわかると思いますが、しっかりと腫瘍マーカーを見たり、全身の CT をしっかり確認したり、また、形状的変化を確認することによって、肝嚢葉の場合には短時間で画像が変化すると思われますが、転移性肝がんの場合は、時間を置いて撮影しても画像があまり変化しないことなど、総合的に判断しないと、肝嚢葉と転移性肝がんの鑑別は非常に難しいと考えさせられる症例でした。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は肝嚢葉の病態と画像診断について詳しく話してきました。肝組織内に侵入した細菌原虫などが局所で増殖し、肝内に膿が貯留する病態でした。細菌性と非細菌性に分類され、画像所見としては、嚢葉壁のリング状の増強効果、ダブルターゲットサイン、動脈層における肝臓周囲の区域性脳線についてお話ししてきました。また細菌性とアメーバ性の画像上での違いについて、クラスターサインについて、MRI ではどのように見えるのかなどについて詳しく説明してきました。また、様々な疾患に言えることですけれども、画像診断だけに頼るのではなく、常に鑑別疾患を意識し、臨床症状、血液検査、肝嚢様でいうと画像の形質的変化などから、総合的に判断し、医者と同様の頭になって撮影や読影に臨むということが非常に大切になってくると思います。以上が今回の動画のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。